はい。おはようございます。サ,サラでございます。えー、本日もご相談いただきましたので、ご質問をお答えしていきたいと思います。いや、重いですよ。今日のテーマ。パワハラでの退職ということでご相談いただいておりますので、お答えしていきます。ご相談内容はですね。えー、この間の短期間の感染職は我慢して避けるべきかという内容を聞きました。今、私もまさにそこで悩んでいます。えー、去年4年半働いた会社を上司についていけなくて辞めました。 それから知り合いの紹介で入った会社も、直属の女性上司にいじめられて3ヶ月で辞めました。えー、その次のところも男上司のパワハラでえ6ヶ月で辞めましたということで、まあ、人間関係の問題でまあ早期の対象がちょっと続いてしまっているということですね。 はい、で今の会社で予約をつけるだろうと思ったら、えー、3ヶ月先に入っていた年下先輩の、先輩に、仕のようにいろいろ言われ、冷たくされたり、私の仕事を持っていかれたりと。なるほど。 動員で入ったのですか私一人でできるのであなたはいらないと態度で言われているような感じです。何度も来てなっていますが、仕事的には先輩なので言えませんと。いますよね。こういう、まあ、自分の仕事というか、自分のテルトリーを守りたいがために新しく入ってきた人とか、ま、ちょっと合わない人とかを、ま、完全に、あの、ま、差別という、区別というか、あの、ま、引き離していくみたいなことをする人いますよね。今回そういう人に当たってしまったと。 で、男性の上司に相談しているのですが、入社して間もないので少し耐えて様子を見てと言われてしまいました。入ってまだ2ヶ月ですと。まだ2ヶ月ですけども、もう2ヶ月ですからね。いや、上司の態度もどうかというところなんですが、えーまあ、せっかく正社員で入ってますし、転職は嫌なんですが、どうしても引き換わるのか、人間関係でどこも悩んでいる状態です。えー、キャリアをつねらんで我慢すべきなんでしょうかというご相談でございます。 うん、というところですが、まあ、えっ、ー、と、ま、回答に移らせていただくと、まあ、本当に我慢すべき価値のある会社なのかどうかっていうのをしっかり見極めていただくことが大事ですということですね。あの、まあ、短期の退職とか転職っていうのは、あの、人から見ればですよ、あの我慢とか忍耐力がないっていう人もいますというとこなんですが、んなら勝手に言わせとけばいいんですよ。あの、自分がですね、あの、無理をして、それこそ体調を崩してしまったりとかですね、そういった ところが出てしまう前に、ぜひ、あの、いい意味で逃げてほしいなというところは思います。ただ、ちょっと我慢すれば、まあ、そういったことが解消されるとか、まあ、少し我慢すれば、その先、まあ、キャリアとか、まあ、お給料とか、働き方とかですね、いろいろ自分の欲しいものが手に入るんであれば、まあ、そこを天秤かけていただく必要あるかなと思うんですが、 無理に、あの、その正社員だからという理由だけでですね、残っていく、残るっていうことは考えなくていいのかなと思います。で、今回上司に相談しているにも関わらず対応してくれないって話なんですが、パワハラっていうのは、あの、勘違いしちゃいけないのは、上司と相談いただいた方の、まあ、個々の人間関係の問題ではなくて、これも組織の問題なんですよね。なので、組織として上司が取り組まない、動かないっていうところは、これ完全にアウト。 なのののでそそもももこの会社の考え方方とか組織あり方に問題がある気もします言って入社3ヶ月前ですからね、あの大してさ、ないはずなんですよ。けど、ちょっと先に入ったから偉そうにする、それか、まあ、許されてしまっている状況自体に、組織的に問題があるんじゃないかなっていうのは、話を聞いてて思った。 ところでございます。じゃあ具体的に何をしていけばいいのかって話なんですけど、えっ、ー、と、転職活動してみればいいと思います。ただ、勘違いしちゃいけないのは、転職活動イコール転、イコール転職退職ではないということですね。あの転職活動っていうのは、自分により良い条件の職場がないかっていうことを探す行為であって、あの、辞めることを、まあ、前提で動く人も,もちろんいますけど、辞めることを決定する行為ではないんですよね。要は、ま、自分っていう詳細があったときに、どこに、 その商材を提供するかって、選ぶ権利はこちら側にあるわけで、その選ぶ権利っていうのは常に自分が持ってるわけですよ。精神で働いてるからっていう理由だけで、その人を、なんていうんですかね、あの、束縛できないというか、あの、他を選ぶ自由、職業選択の自由がそもそも認められてるわけなので、あの、まあ、そういった人が突き止められない、残る、 メリット、理由がない会社に自分がわざわざ義理や温情とかですね、周りの目線ばっかりを気にしてしまって残るっていうことをする必要はないので、転職活動して自分が他に良い条件のものがないかとか、良い職場がないかとか、やりたい仕事がないかっていうのを探すこと自体は全く問題ないですからね。 で、そういった良い職場があって、受け入れてくれる環境がもしあるのであれば、その時に転職するのか、転職退職するのか、残るのかということを考えればいいので、常にそういったアンテナっていうのは常に貼っといた方がいいと思います。なので、あの、前もちょっとご紹介しましたけど、できる人というか、あの、良いキャリアを描いている、あの歩んでいる人っていうのは、お抱えの転職エージェントというか、キャリアコンサルタントを持ってるんですよね。あの、ここも、エージェントを、 関わりがあるというよりは、あの、信用できるキャリアコンサルタント、キャリアアドバイザーとつながりが持っているみたいなところで、常に自分の今の仕事の内容とか、やってることとかをですね、そこに相談をして、今の自分の市場価値ってどうなのかっていうのをチューニングしながら確認してるんですよ。で、この会社にずっと残っていてもしょうがないなとか、経験積み切れないなみたいな時に、退職するとか転職するみたいなアクションを取っていて、そういう発想ってすごく大事なんですよね。あの、 今はどんどん副業も解禁されてますけど、どん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 組織が個人を守ってくれなくなってるわけですよ。なので、そういった守ってくれない中で、じゃあ自分が何すればいいのか、とりあえず働いとけばいいではなくて、これからちょっとどうしなきゃいけないのか考えていかなきゃいけない、そんな時代になってますので、えー、ぜひ、あの、自分転職活動でこれやめること前提ではなくて、他に良い職場がないのか、良い条件がないのかっていうのを探すアクションは常に自分のためにもしてもらいたいなというところでございます。 はいで転職課長のちょっと進め方で考え方ですねお話しさせてもらいましたあとすいません話戻っちゃうんですけどパワハラに関してはさっきお話しした通りで個人の問題なくて組織の問題なのでもし部署が複数ある組織会社大企業であれば部署移動を人事に相談するっていうことも選択肢だと思います今回のようなご相談のパターンっていうのは結局今問題として組織の問題なんですけど上司が変わるだけで結構ガラッと変わったりするケースは 多いと思うんですよね。私が新卒で入った同期もですね、あの、上司とは全然馬が合わなくて、内定者自体がめちゃくちゃ輝いててです、ね、リーダーとか言ってたやつですよ。だから上司とは全然馬が合わなくて、なんか一年弱くらいですね、もう死んだ魚のような目をしてたんですけど、上司が変わった瞬間にガラッと変わりましたね。 なので、職場というか、その人間関係の問題で、自分が楽しく働けるかとか、気持ちよく働けるかっていうのは変わってしまうので、あのそういった働く、社内で働く環境を変えられるのであれば、人事にちょっと相談してもらうのも方法かなというところは、えー、話聞いてて思ったところですね。 ちょっとこういったパワハラの問題っていうのは最近多いですからね。あの、パワハラの問題多いのでちょっと調べてみたら、厚労省が出している職場のいじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議でのパワハラの定義はですね、あの、ま、攻撃ですよ。身体的、精神的攻撃とか、人間関係からの切り離し。あと、過大な要求、過小な要求、この侵害みたいなところが、 出ていたのと、もう一個21世紀職業財団のパワハラ定義は、公開指的人格否定とかですね、感情を丸出しにするモンスター上司等々とか、あと、退職感謝や脅し、無視の命令、困難な仕事を与えて低評価にする過剰なノルマ、パワハラの訴えを聞き流すとかですね。これは聞いていただくかかる通りで、あの、この人間関係だけではなくて、組織的な問題っていうのはやっぱり出てるんですよね。あの、 21世紀職業財団のパワハラの訴え聞き流すとかます、ね、まちろここに当たってしまうと思うので、あの、上司、先輩が悪いだけではなくて、組織に問題があるみたいなところも出てくると思います。で、本当に、冒頭話戻りますけど、そんな組織に残る価値があるのかどうかみたいなところを見極めながらですね、他に今の自分で選択肢がないのかっていうのを見たり調べたりしながら、あの、自分がより良いキャリアを歩むために進んでもらいたいなと思っています。まあ、今、ちょ、直近だと、えー、っと、 4年半勤めた一行の会社っていうのはずっと人間関係でなかなかうまくいかずっていうお話ではあったんですが、転職活動の進め方にも問題がもしかしたらあったかもしれないですね。あの入社前にそれこそ直属の上司と話をしてみるとか、なんかそういうことをもやろうと思えばでき。 個人ではちょっと難しいかもしれないですけど、あの、エージェントとか、ま、例えば私みたいにそのキャリアの支援させてもらってる人とかをうまく使ってもらえれば、そういう場作りっていうのは全然できますので、もしなんかそういったお悩みとかご相談あれば、あの、個別にでもまた言っていただければなと思っております。ということで、えっ、ー、と、本日はパワハラでの転職についてということでご相談いただきましたので、お答えさせていただきました。 本当に自分をぜひ大事にしていただきたいなと思いますので、自分を持っていただければと思います。というところで、えー、本日の回答でした。本日は以上です。はい。えー、本日もお届けさせていただきました。パンダラジオでございました。えー、毎日8時からですね、えー、いろんな営業やキャリアのご質問をお答えしておりますので、ぜひチャンネル登録、あと LINE アンテの登録いただけたら嬉しいです。どんどんご質問いただければ、そちらにお答えしていきたいと思いますので、ご質問もお待ちしております。本日は以上です。